皆さんこんにちは。レック東京リーガルマインド専任講師の竹山茂樹です。緊急事態宣言を受けて予備試験の日程が延期されました。いつになるかは未定です。このニュースを受けて、予備試験受験生の方は少なからず動揺されていることと思います。そこでですね、予備試験の延長、延期ですね、延期を受けて何をすべきかというお話をさせていただきます。で、ご存知の通り、コロナ禍で予備試験が延期となりました。緊急事態宣言を受けて予備試験は延期です。いつになるかは未定です。ただ試験の1ヶ月以上前にはアナウンスがあると思われます。そこで、じゃあどういう勉強をしていればいいか。特に予備試験の場合、担当が本来5月にあって、論文が7月にあって、だから担当の勉強ずっとしてた方多いと思うんですよ。勉強計画狂っちゃうな、どうしたらいいんだろう。そこでですね、もともと担当をやってたんですけど、担当兼論文へ切り替えていただきたい。これあくまで私の個人的な意見ですけど、これがいいと思います。で、担当中心の勉強に戻るのは試験日程が発表されてから。試験日程が発表されるまでは担当兼論文。今までが担当の勉強が中心だったのを、担当の勉強で論文の勉強を兼ねる、こういうイメージに変更していきます。これが変更前ね。担当の勉強が中心だったのを兼ねるようにしていきます。担当が中心なのは変わりませんが、担当兼論文のインプットと若干論文演習や論証の記憶を加えるイメージです。で、これ司法試験の話でもやったんですが、担当と論文知識が共通な例を見ていきます。これ司法試験の民法の平成31年の第7問です。 AB は甲を C に売却し、 C は甲が B の所有物であると過失なく信じて現実の引き渡しを受けた。甲が道路運送車両法による登録を抹消された自動車であった場合、 C は即時取得により甲の所有権を取得することができない。これどうでしょうか。書いてる通り×なんですね。で、即時取得は当然論文にも出ますし、担当にも出ます。ただこの論文にも担当にも出る問題を間違えちゃう受験生って多いんですよ。逆に言うと、論文にも担当にも出る問題を全部取っていけば、普通に予備試験ってね、予備試験の担当で合格できるんですね。ちょっと解説していきます。まず前提として、不動産っていうのは即時取得の対象にならないですよね。動産は即時取得の対象になります。そして自動車は原則動産ですけど、道路運送車両法による登録を受けた場合は不動産の扱いになります。これ船、飛行機も同じです。登録を受けたら不動産扱い。逆に言うと、これ登録を抹消された自動車だから動産なんですね、原則通り。ということは即時取得の対象になるから、この問題は×ということになります。次です。傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であるから、被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を毀損した場合、傷害罪が成立することはない。これも×ですね。で、これも勘違いされている方が多いんですけど、傷害罪は2種類あると思ってください。1個が暴行罪の結果的加重犯、普通に人を殴って有形力の行使を加えて傷害を結果を発生させた場合、これが1つ。もう1つは暴行によらない傷害罪、精神的に追い詰めて PTSD を発症させたみたいな場合です。その場合は暴行がないです。有形力の行使がない、傷害の行為が必要だけど、暴行なくして傷害罪が成立する。そういったものがあるので、そもそも暴行罪の結果的加重犯だけとは限らない。暴行を加えずに身体の生理的機能を毀損した場合、傷害罪が成立することはありえますので、罰ということになります。どうですか。担当論文両方出るんだけど、もし知らなかった方がいたら、これは論文の知識もちょっと足りないんだと思ってください。このように論文の知識は思ったより深いです。で、皆さんが思っているより若干論文で必要な知識は細かく深い。これ何言ってるかというと、担当の方が執行猶予とか出るし細かいって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、論文でも結構細かい知識は出ています。逆に言うと、この細かい知識、論文用の細かい知識というのは担当試験にも役立っていきます。例えば民法の共有っていうのは、
まあ、担当でよく出るなって思ってる方いらっしゃると思うんですが、実は論文にも出ます。相続なんかもそうですよね。なので論文と担当共通で出る分野ってのは意外に広がりがあるんだ。じゃあそこを全部拾っていこうという意識でやると、論文対策と担当対策を兼ねることができます。で、具体的にやることは、基本書予備校本やテキストでもう一度インプットをしながら担当試験の問題を解いていきます。時間かかりますけど、知識の抜けをなくすには有効です。逆にアプローチ逆でもいいです。担当の問題をやって、わからない部分を基本書等でチェックする。問題演習から入りたい人はこちらでも結構です。知識の抜けは若干出てきてしまいますけど、効率はいいです。あとですね、予備試験受験生の場合、一番これですね、手が回ってない科目分野がある方非常に多いです。手が回ってない科目分野があれば、そこは潰してください。むしろこれ優先的にやってください。います。先生、実はですね、僕行政法あんまりやったことないんです。行政法をやりましょう。この期間に行政法をぜひやってください。で、こんなこともやりましょう。で、もちろん担当中心なんですけど、覚えきれてない論証がある場合は理解して書けるようにしてください。で、これできたらでいいです。できたら論文の答案もたまには書いてみてください。ただ、予備試験の特に担当が苦手な人は論文の問題まではやらなくていいです。論証までにとどめておきましょう。で、理解が不十分な分野がもしあれば理解できるようにしてください。例えば素因変更がよくわかんないよ。まあ、この機会にっていうとちょっと語弊があるんですけど、まあ試験日程がね、延長されたので、この期間にやっておきましょう。で、あとですね、実務科目の先取り、これも余裕があればやっておいてください。で、実務科目も全部やるんじゃなくて、要件事実論だけです。要件事実論はこれやれば民法と民訴の理解が深まりますので、余裕があればこのタイミングで手をつけておいてください。これ結構おすすめです。やっぱり民法と民訴の対策にもなりますので。で、予備校の出している民事実務科目のテキストを使ってもいいし、もちろん予備校の講義を使ってもいいし、あとよく使われている本は新問題研究要件事実、これ法曹界で出している本で、これは本当に要件事実の触りの基礎の基礎だけを書いている本です。で、私なんかはこれで勉強しました。新問題研究、これだけでも十分です。あと、岡口裁判官の要件事実入門、これも薄いテキストですけど結構使いやすいです。あとですね、ちょっと厚いテキストになりますと、完全講義民事裁判実務の基礎、まあ、かなりこれ本格的な本で、民事事実認定とかね、そういったものも対応してきます。かなり余裕があれば、この大島先生の本を1冊、今2冊かな、2冊やり込むと、まあ、民訴の知識もかなり立体的についてきます。あとですね、最近あんまり使われてないんですけど、紛争類型別の要件事実、これ新問題研究をもうちょっとレベルアップした本なんですけど、若干分かりにくいので最近はあまり使われてません。これはあんまりお勧めしませんけど、伝統的な本ではあります。ただ改正民法に対応しているかは注意してください。改正民法に対応しているものを購入してください。そして予備試験の日程が発表されたらどうするか。担当対策本格的に始めてください。で、担当式試験が問題ない人は論文を引き続きやってもいいんですけど、問題ない人以外、つまり普通の人は担当に注力してください。で、最後にですね、体調管理には気をつけてください。で、司法試験は、まあ、予備試験じゃないんですけど、旧司法試験の時代から司法試験というのは社会の変動には翻弄されてきました。古くは、まあ、平安ってものがありまして、若い人を優先的に受からせる時代なんかあったんですね。もっと遡ると、旧司法試験にも選択科目がありまして、民事訴訟法、刑事訴訟法両方が必修に最終的にはなったんですけど、片方でよかった、訴訟法で。片方は選択科目で国際司法とか、まあ、当時行政法とかね、労働法とか取れたって時代もありました。なんか訴訟法2つないのおかしいと思いますけど、まあ、そういう時代もありました。で、最近ではやっぱロースクール予備試験問題もあります。ただ我々受験生ができることは淡々と勉強することだけなんですね。今回ウイルス騒動なんですけど、やっぱりもう勉強していくしかない。もちろん不要不急の外出は避けてくださいよ。外出を避けつつ勉強していくしかないんですね。で、こんな事態になりましたけど、レックも私も協力を惜しみませんので、ぜひですね、
淡々と勉強していって予備試験の合格をつかんでいただきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。